で2レース走ります、群馬123期の園田幸喜選手です。よろしくお願いします。お願いします。前回青森で、特別昇級しまして、今回初の S 級が地元記念というふうになりましたけども、感想いかがですか？もうかなり緊張してますね。はい、緊張してます。前回あの決勝は番手戦という形になりましたけども、はい、番手戦はどうでした？まあ、まあなんていうんですか、仕事というかしっかりできなかったところがあるんですけど、まあでも阿彦選手に頑張ってもらって、まあ作戦通りにいけたかなと思います。今回7社から9社になるということで、なんか普段から練習したりとか、なんかそういう感覚的にはどうですか？やっぱり練習だけじゃやっぱり本番はちょっと補えないので、ちょっとまあしっかり走り、しっかりちょっと勉強しながら走りたいと思います。今回、まあ、後ろに2人ついてくれると思うんですけども、はい、走り方を教えてください。そのまま前でしっかり自力で走りたいと思います。では最後、地元記念意気込みよろしくお願いします。はい、しっかりと修行なんていうんですかね、修行しながらしっかりとこれからも S 級で走れるように頑張っていきたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。